イーハウス様の所有されている倉庫に書類を運んで少し作業をしていた時のこと。キャビネットの鍵の特定と鍵タグの名称を書く部分を取り出すのに少し時間がかかってしまい、あいつ態度がでけえくせに帰ってくんの遅えな、サボってんじゃねえのか、単一で東矢口一周だな、わらしょうとかと社長は思っていそうだと考えていた矢先、社員さんが私を迎えに来られました。鍵のタグの名称を書く部分ってサクッと取れるのもあれば、引っかかって取れなくて紙がちぎれてしまうのもたまにあるのですが、たまたまそれだったので書類をキャビネットに入れるだけにして、作業を事務所でやればよかったなと反省しました。時間がかかってしまいましたが、書類を入れるキャビネットの鍵番号を社長にお伝えすることができたので、今回だけは勘弁してください。タイムイズライフですよね。お互いに人生の折り返し地点を越えましたからね。しょう、また明日もよろしくお願いいたします。